野もよしの芸人のひねばるとねずみ先生です、ふくの一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日は、これからあなたが喜び舞い上がることというテーマでリーディングを行っていきます。左から1、2、3番です。好きな数字や絵柄や直感でお選びください。選びきれない方2つ、3つと見ていただいてですね、気になったメッセージをお受け取りください。 タイムスタンプ概要欄に貼っておりますのでご活用ください。そして新企画指導しておりますチャンネル登録者数が2000人達成するまで個人鑑定3名の方にプレゼントし続けちゃうキャンペーンですね。登録者が100人増えるごとに個人鑑定3名プレゼントしていきます。詳しくは概要欄ご覧ください。ということなんですけれどもね。私ね、吉本工業に所属しているお笑い芸人が 占い師というかね、占いの YouTube のチャンネルをやってるというね、一風変わった番組でございますが、真剣にね、私が持っている知識とか、使って占いをしていきます。占いの歴は浅いです。本当に YouTube 始めるにあたってね、独学で勉強した程度のね、本当、その程度のものです。はい。ですが、私が持っている力、マックス使って毎回ね、本気で見ていっておりますのでね、 少しでも参考になればなぁなんて思ってる番組の趣旨というか、こういった番組ですよ、チャンネルですよ、改めてお伝えさせていただきました。よかったら応援しあってください。では、左の、このエンプレスっていうね、カード選ばれた選択肢1番の方ですね。のリーディングからやっていきましょう。カードはシャッフル済んでおりますので、 いつもと同じです。紫のカードで最後にアドバイスを出していきましょう。右手のカードで喜び舞い上がること。左手のカードで現状をすべて戦一に直して出していきましょう。ペンタグル3番トレジャーアイランドドライリザートっていうカードが出ました。 ペンタクルの3番は3と3でね、リンクしてますね。ペンタクルの3番が、まあ、研修生カードというか、プロ1年目カードというか、うん、これから技術を磨いていくスキルアップを目指してというか、一人前のね、その道のプロになるために、 一歩踏み出されたみたいな意味があるんですけれどもでドレジャーアイランドと乾いた砂漠と女帝のカード現状すごくいいんじゃないですかうんねえんかでも新しい目的地に向かって出発し始めたところっていう感じがするんですよねまだ足りない経験値もあるし悩み迷い さまよっててて答えを探し求めるる部分もあるんですよねどうやったらこれ以上こう技術が向上するのか豊かになれるのか幸せにたどり着けるのか新しい道に進みだしたところなんでまだね道半ばなんでわからないとこもいっぱいあるなって中なんですけど必要なね人脈であるとか必要な時間お金っていうものはちゃんとあるし。 環境も用意されてるし夢という名の希望という名の宝物を持ってその目的地に今進んでいかれてるんでむちゃくちゃ豊かで大満足じゃないんですけど今の状況にはある程度納得をした状態で必要な最低限の物ごとは揃ってる状態で新しい目的地に向かって 歩みを始められた方々が一番を選ばれてるっていう感じがしました現状全然違う当てはまってないって方は違う選択肢の現状と見比べてみるのもいいかもしれませんねちょっと現状ってまあご本人が一番分かってらっしゃるんでそれを別に占いで当てたところで何なん,なんっていう風に思うんで僕がねそこを当てれたから未来も当てれるって何か皆さんの錯覚されるとかあると思うんですけど全く関係ないんで 僕いつもね、こう芸人、最初にお伝えしました。僕芸人なんで占い師じゃないのでポジショントークをしないというすごい強みがあるんですよね。他の占い師 YouTuber さん絶対ポジショントークするんですよ。食いぶちが減っちゃうんでね。で、僕はそんな一切しないんで、カード、やっぱ占い、未来当てることじゃなくて、そんなん未来なんか誰がやってもわからないんで、ある程度可能性の一つとして出します。それを 聞いてご自身の心の羅針盤の向きを確認するっていう使い方が一番有効ですよ。なぜならあなたの心で感じたことで行動を決めてその行動が未来を作っていくあなたの幸せを決めていくからっていうふうにね作っていくからっていうのをお伝えしております。それは本当変わらないのでだからここそこまで重きをかんでいいのかなと思うのでちょっとざっくりシンプルなメッセージで次に行きたいと思います。はい。こっちの方がね 重きを置いた方がいいんちゃうかなと思うんで。喜び舞い上がること。何なのかで、ね、めっちゃいいカード来ましたね。ストレングスとミルクハニーとプロテクティングトレジャー。トレジャー宝箱、宝物っていう意味のね、表す言葉。違うデッキのカードなんですけどね。これ2枚。こことこら。これね。出てきましたね。なんか宝箱、宝物が。 まあ、あなたの新しい才能が発掘される、まだ開拓されていない能力が開拓されるとか、そういったことやというふうにまず思いましたね。うん。やっぱり最初にね、技術の向上、新しい目的地に向かって何か技を磨いていってるとか、経験値積んでいかれてるとか、何か一つのことを成し得ようとしてね、成し遂げようとして進まれてる方が選ばれてるって感じがしたんで、それが、 早くも叶うって感じすするんんですけどなんて言うんでしょうねこのね叶い方っていうのがまあ僕芸人なんでちょっと漫才に例えてみるとまあある意味こう髪型漫才大賞という関西でね毎年開催されている、まあ、漫才コンクールがあるんですけれども なんで料理で言うたらミシュランみたいなやつなんですよね。五つ星取ることが、まあ、髪型漫才大賞取るみたいなことなんですけど、ちょっとニュアンスとか全然違う他ジャンルなんで、イコールではないんですけど、料理で言うたらミシュランみたいなもんなんですけど、髪型漫才大賞ってまずね、新人賞を取って、次に奨励賞を取って、 この2つを取った人の中から大賞を選ばれるんですよね。大賞っていう。だからこれ3つ取らないと大賞って、2つ取らないと3つ目の大賞ってもらえないんですよ。いきなり大賞だけってもらえない賞なんですけど、でまずね、新人賞、髪方漫才新人賞を取るような感じですね。いきなり大賞もらえないんでっていう感じですね。この宝物を発見する。早くもこの結果として、能力の開花、宝箱が開くようなね、才能が開花するみたいなことって、 上方漫才新人賞をもらうような感じっていうふうに思いましたね。うん。あくまでだから発見する新しい能力をって感じがするんで、それをまた磨いていく旅が始まっていったりするんで、そこで全然終わらないというか、うん。まずその発見がすごくあなたにとって喜びにつながっているって感じがするのと、でね、 やっぱりね、このストレングスのカードは今回は力。あなたの底力、字型、実力がアップするっていうふうに思いましたね、なんか。なるだから武器が増えるんでしょうね。だから芸能関係の人とか、ほんと仕事で結果出そうと頑張ってる人とか、なんかそういう方々が一番選ばれてる感じがするんですよね、すごくね。で、それ以外で恋愛系だよ私は恋に生きる人間だからって方は、恋愛の武器なんで、 プロポーションが良くなる、こう、スタイルが、シュッとスタイルアップするとか、おしゃれ度がアップするとかね、外見が良くなるとか、美容が成功するとか、ダイエット成功するとか、そういうね、魅力がアップするっていうことにつながってる部分もあるというふうに思います。なんせあなたのその目指してるとこ欲しいな、叶えたいな、成果を出したいなっていうことに関することでの、プラスになる能力に関して、 実力が上がるって言われてるんでそれによってあの、ね、それが身につくとね精神が落ち着くんですよ。うん、その精神のよりどころが自分の実力っていうところに行くんで落ち着くんですよね。落ち着くから感情ってものにに振り回されにくくなるんですよ理性というコントローラーが効きやすくなるんですごく心が穏やかになったたりり落ち着いたりして的確に 生活を営んでいける。こう、うんとね、なんていうたんこうね、追われる毎日じゃなくて、追いかける毎日になるというか、自分でコントロール聞くって、同じことをするにしても、全然気持ちが違うんですよね。捉え方、感覚、感じ方、幸福度って変わってくるんで、その自分の実力がつくことによって、精神が落ち着いて、こう、変にいたずらにね、 感情に振り回されなくなるんで生活が穏やかになっていく安定した生活を営んでいけるんですよ自分で、うん、それが喜びにつながるよあなたにって言われてますねでミルクハニーが思ったのがこれはねあのいい意味でぬるま湯カードっていうふうに思うんで自分が心地いい空間心地いい時間の使い方お金の使い方が しっかりとできることによって未来に対すするるる希望もいてくるっててくっ言われてるんですよね簡単な例えで言うとお金が貧しくてろくに満足に物も,も食べれない必要な物も,も買えないってなったら今が心貧しくなって未来に対して余計不安とか心配が増幅するわけじゃないですかでも今っていうこの現状が満たされる物欲的な物質的なことも精神的なこともこう満たされると自然とね 未来に対すするる希望も湧いてくるんですよだから喜び舞い上がること、うん、これねすごく贅沢ができるって意味じゃなくて自分のもちろん使える範囲の時間とかねを自分にしっかりと使えるっていうそういう状況がやってくるよって言われてるんですよね。うん、なんて言うんだよね余裕があるというか。 だからね変にね借金に追われてないとか変に出費がかさまないとかほんと必要な分ね自分が今欲しいな使いたいなって分をちゃんと使えれるっていう状況がやってくると言われてるんでほっとしたら収入がやっぱり上がってるのかもしんないですね単純に、うん。とか環境が変わって支出 減る出ていくお金が減ることによって自分が自由に使えるお金がねできたりとか働き方が変わって以前よりも自由に使える時間が増えてそのように自分に対して裕福な自分に対し豊かな時間やお金を使えるようになってるっていう感じがするんでちょっとギーギーすいません椅子替えようギーギューって仕方ないこれほんとにすいませんちょっとね 急に何や急にとギーギー言うてしゃあないんですよこれ。最初から変えとけよって聞こえてきましたけどすみませんすみません今変えましたすぐえれるんだん。でだからこれで音鳴らないそれだけ状況が変わっていく環境が変化していくって感じがするんで人によったらね 引っ越しして、まあ、実家に戻るっていう人も出てくるかもしれへんし家賃の安い部屋に引っ越すことができるかもしれへんしなぜねそのお金と時間に余裕ができるような環境状況に行けるそれが仕事でステータス上が,る上がって収入がアップするっていう人かもしれへんし別口で収入が増えるって方がいるかもしれないなぜそういう状況がね良いあなたにとって良い変化が起こってくるっていう 喜び舞い上がることが起こりそうだなっていうふうに思いました。はい。アドバイス行きましょう。太田それが秋の季節に来そうって言われてますね。もうね。今夏ただ只中なんで秋がね。この後がやってくるんで、秋中にその状況がやってくる割と早いペースでね。その状況やってくるんじゃないかなという風うに見えました。 で結構ね、突然予想外の展開でもって、そのあなたに心地のいい状況、環境、嬉しい展開ってやってきそうなんで、予想外のタイミングで、思ってたより早いっていうのがキーワードになりそうなんで、それはだいた空き家って言われてるんで、そこを目安にね、しておけばいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、今回はすごくシンプルにね、伝えることできました。 はい。以上が一番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったよって方はね、高評価ボタンを押していただいて、僕に個人鑑定してほしいな、最新動画見逃したくないな、こいつちょっと応援したろうかっていう方は、ぜひチャンネル登録をして応援してやってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、あの、リクエスト、コメント欄でこんなテーマで占ってほしいですよとかね、どしどし募集してるんで、よかったら書いてみてください。はい。 ではまたお会いしましょうまたねバイバイバイビバイビバイバイフックイェイエイフォーハイフーフーさあちょっとね水分補給とかをさせていただきますが、はい、もう椅子変えたったもん椅子がうるさってギーギーね私も気になるわギーギーギーギギ言ったらねさてさて 皆さんは日々ね、どんな毎日をこう、過ごされて、生活されているのか。正直ね、こう、よくコメントくれる方もね、もう、会ったこともないし、ほぼね、ほとんどの人に。会ったことがある人も中にはいるんですよ、ほんの一部だけね。ほんま会ったこともないし、知らないし、年齢も性別も分からへんしね、どんな状況かもちろん分からないし、そんなことをいちいちコメントなんて言う必要はないからあれでしょうけど、 でよくね、思うんですよ、ね。どういう方が興味持って見てくれてんのかなとかね。まあ、女性が多いとは思うんですよね。うん。特にこの、40代、50代ぐらいの方が多いんちゃうかなと思うんですけどね。うん。では行きましょう。2番の選択肢、ページオブエアーってこのカードをね。 選ばれた方のリーディングに行きたいと思います。紫カードでアドバイス。右手のカードで喜び舞い上がること。左手のカードで現状を出していきます。全部位地に直して出していきましょう。クイーンオブカップと、ここ真ん中ね、真ん中がね、お祝いされたっていう意味のカードですね。されるか。なぜ祝うっていうことに関してのワードですね、これが。で、ドラゴンズレイヤー。 クイーン・オブ・カップと祝うっていうこととドラゴンズ・レイヤーって竜の巣窟って意味やったかなこんなカードが出ました現状は なんか祝いのカードが出てるんでこれ自分が何か祝われたのか相手を祝ったのかどっちかかなと思うんですけどまたは何かねこ自分で自分を祝いたくなるぐらいね私で頑張ったなって思える成果を手にした方がいるんかななんせいいことにね最近縁があって祝うっていうことを経験した方 がやっぱり多いと思うんで、これがやっぱりね、他者ではなくて自分って感じがしますね。自分がコツコツと積み重ねてきて頑張ってきたことが、まあ求めてる結果が100やったとしたら100じゃないかもしれへんけど、ある一定のいい結果が出てね、それを自分でお祝いした、また何人かの人に祝ってもらったおめでとうの言葉もらったとかね、 なんかそういう途中経過において良い結果成果を出せた方が2番の選ばれてるんかなって思うんですけど一つねこう準備ができたというかその結果を手にすることによって。 あなたは今なんかね、すごくね、大きなチャレンジをしようとしていたりとか、なんか大きな幸せを手にするために、大きなって言ったらあれやな、なんかなぜあなたの目的があるんですよ、目標が。こうなりたいっていう。そのこうなりたいってことに関しての、必要なね、準備。必要なアイテムを揃える必要がある。アイテムとか言ったらなんか、ええ、こゲームかと。 RPG の世界現実に持ち込んでる痛いやつやでみたいに思われる嫌なんでちゃんと解釈言うんですけど、アイテムって何を言いたいかというと経験値とか技術とか人脈とか考え方とか精神性とかそういうことなんですよ。別にね、ファンタジックの話一切してないんで、そういう必要なアイテム、うん、現実的なね、がやっぱ必要なんですよね。何か経験、あの、何かこう結果を出そう。狙って、 欲しい望みを叶えようとしたときに、そういったものがないと絶対に叶わないです、はい。経験値足りてない人に必要な幸せってやってこないんで、必要なものを揃えないといけないんですけど、その一つがね、まずこの祝うってことに関して出た良い結果が準備するアイテムの一つであって、それが揃ったことによって、こう、飛び立つ、大空へ飛び立つことが、 こう準備完了やとしたら、大空に飛び立つ一つのアイテムを手に入れたって感じがするんですよね。うん。で、次にあなたがね、手に入れないといけない状況、アイテムっていうものが、人に発見されることって言われてるんですよね。人って誰でもいいんじゃなくて、そのあなたが叶えたい夢、手に入れたい望みっていうことに関して、重要な力を持ってる人ってことなんで、 恋愛で言うたらやっぱり恋愛対象になる人やったりとかね結婚相手やったら結婚対象になる人やし芸能でね結果出したいオーディションを合格したいとかそういう人やったらやっぱそのオーディションにおいて芸能において力を持ってる人じゃないとね意味がないですよねそこに発見されないとうん仕事やったらそうやって仕事あなたに仕事を与える権限を持ってる人とかね そういう人たちに発見されるという必要な出来事があるのですがあなたはもうそれを持ってるみたいなんですすでにね。発見されたら評価されるものを持ってるみたいなんですよ。 だから今のあなたにアドバイスみたいな感じで現状で出てきているのが、まあ、発見されるようにアピールしておく。まあいつも言っている通りポートフォリオを作る的な、対外的に、だから自分、他人のことって興味ないんですよ、人って。よっぽどね、羽生結弦さんみたいなスターやったら勝手に興味持つやろうけどみんなね。そうじゃなくて、興味なんか持たないんですよ、人に対して。みんな。 でも、興味持ってもらわないと進まないことってたくさんあるじゃないですか。だから、興味持ってもらうような工夫とかね、努力行動って必要なんで、そこを一つね、しておくって大事ですよね。だから、私ってすごく魅力的で、誰からも愛されるもん持ってるんだけどって言って、でも恋人が欲しいと。でも、恋に関するアクション起こしてなかったら、誰が発見してくれんねんって話じゃないですか。 マッチングアプリでプロフィール載せ、載せるだけでも全然違うじゃないですか。そこにね、釣り糸垂らし、ちゃんと垂らしに行ったらいいんですよね。海にね、魚釣りたいんやったら。魚釣りたいのに、その魚を釣るっていうことに関しての行動しないんであれば、それ発見されないよねってことなんで、この世はね、魔法の国じゃないので、しっかりとね、現実的に考えて行動しないといけないことがたくさんあるんで、 当たり前のことをなんか錯覚される方はすごく多いんでね、注意です。そこが、まあそんなこと言われなくても分かってるよって方がしっかりこう主張されてると思うんで、私の番組って、そんなこと。うん。だからそこをね、しっかりと踏まえてる方なんで、だからどうやってじゃあ自分をアピールしていこうかなって、うん。こうしていこうかなっていうのを、すごく当たり前に考えて出てきたことをね、やってみてください。さっきお伝えしたみたいに。うん。 するとうまくいきますよ。はい、よいしょ。では、喜び舞い上がることに対して聞いていきましょう。またワンドの3番出たのは、なんか昨日か前回の動画でも出た気がする。ワンドの3番、カブトゥーザエッジ、悲しみに暮れる少年的なやつっていうのが出ました、これ、勝手に。このワードの意味分かんないん、ね、で、英語の。 喜び舞い上がることいや言ってんのにすごい真逆のね、絵柄のカードで来ました。さっとて悲しむって意味ですよね、確かね。なんか良い風に捉えると満天の星空に満月出てるんで、悲しみとおさらばしてね、希望に満ち溢れるみたいなことやと思うんですけど、合わせて読むと、喜び舞い上がることがあなたが挑戦したことで成功して、 なんか状況変わって環境変わってやり方変わって取り組むこと変わって仕事が変わってとかなんか変わることが起こるんですって挑戦したことによってやることが変わってくるんでそれによってあなたが視点が増えてね物事の見る角度が変わって希望に満ち溢れるっていう喜び舞い上がることが起こりそうです不安ってものが消えるんですよ今抱いてる不安が 例えばお金に関して不安を抱いてる人が転職活動に真剣に取り組んだ結果採用されて仕事が変わってステータスが上がって収入が上がって可能性も広がってどん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 夢や希望で胸が膨らんでいって喜び舞い上がるみたいな恋愛で言うたら 思い切ってマッチングアプリ投稿してみようか、プロフィール投稿してみようかとかね。なんだろう、合コン的な、ああいう開催されてると思い切って行ってみようかとかね。一歩踏み出したことによって、あなたが選ばれて、結ばれるっていうことで、状況とかね、立場が変わって、いろんな自分の可能性とかにもっと気づいていってね、できることが増えていって自己肯定感も上がって、 悲しみに暮れていた自分とは真逆のね喜びに舞い上がってる自分に変化しているで生活が全然違うね良い意味で違う生活をしているとかねそういった喜び舞い上がるようなことがなんか起こるんちゃうかなっていうふうに思いますようんき基準基本基本はだから何か挑戦するんですよ現状を変えるためにあなたが。 それによって取り組むことが変わっていくっていうのがきっかけになって悲しみから希望に変化していくっていう舞い上がり方をしていく。うん、私って何もできないやんとか、私に合う環境場所ってないやんとか、私って幸せになれないやんとか、 恋系で言うたら一生私って恋人できんまま死ぬんかなとかね結婚したいなって方一生結婚できんまま死ぬんかなって勝手にね訳のわからん感情でもって訳のわからん未来をね強引に決めつけてそれがなんか説得力持っちゃって信じ込むっていう方多いじゃないですかあんなもんほんまに立ち悪いんであんなもんならないんでそんな風になりたくても無理なんですよそんな風に 絶対に幸せになるように持っていかれるんで、絶対に。どんだけあなた一人でい、いこになって、不幸で、踏ん張るってやっても、絶対に力負けしてね、幸せに引っ張っていかれるんで、無理なんですよ、不幸になること。うん。そういう本質に気づいていかれることが大事ですね、すごくね。 すごい巨大な力でもって引っ張られるんで、勝ちようがありたい、あり、ありバーサスアフリカ像みたいな感じで絶対に勝てないんで、うん。でもね、この、ちょっとだけ今話それてますよ。わざと悲しみに暮れて、その不幸感を味わいたいっていうのがどっかにあって心の。だからわざとそれを演出して味わってるってとこがあるんで、人間って。うん。 だから、自分で遊んでるんですよ、実はそれって、うん。いやいや、あんなもん味わいたい人なんかおらん、私そんな味わいたくないでって言うと思うんですけど、そんなことないんですよね。うん、で、この話をね、ちゃんと理解できるように伝えようと思ったら、こう別枠でなんか新しい動画言わないと話できないんで、ここで止めておきますが、本当にそういうことなんで、一つね、参考程度に、まあそういうもんでもあんのかな、ぐらいに思っといてください。本当なんで、僕が伝えてることはね。 うん、だからあなたが今どんだけ不幸感を感じたりとかこうしょげる日が腐りそうになる日があったとしても絶対にそっから変化して絶対に幸せの方に行っちゃうから安心しておけばいいんですね。もうこういうねネガティブになる時もあるんだなぐらいに捉えておけばいいですね。 なんからもう一回まとめると喜び場に上がることはあなたが何か挑戦していきます。ふとね、興味が湧いたりとか思いっきりよく行動できちゃう日が来るんですよ。それによって取り組むことが変わっていく。仕事って恋愛、婚活、何に関してもそうです。で、同じことをもしやるにしてもやり方が変わるっていうことになって、それによって成功さめはその出したかった結果が手に入って、 成果を出せるんですよね、うん、でそれによってあなたのとこにいろんないいことが起こってきます出来事が、うん。良い出会いとかお金とか時間に関することとか仕事系のことやったら仕事系のことやしでどんどん希望が湧いてきます、はいで。悲しみから逆転して希望ってものをたくさん得る。 だから今度はまた違う夢を叶えていこう。こんな願いを叶えていこうっていう、いろんな希望が膨らんでいくっていうね、ことが起こっていきそうです。アドバイス。自己主張してくださいとか。これよくてるな、本当に。あ、ね、だから自分らしくあるとか、なんか自己主張をちゃんとするとか、ありのままの自分で、 世間と向き合ううっていうんですかね世間に対して自分を出していくっていうことが苦手な日本人のこの40代以上の人めっちゃ多いんですよ。うん。年齢差別区別ね。エイジハラスメントがお前は40代以上的にますかそういう意味じゃなくて年代によるね癖傾向性格の傾向とかあるんですよ。うん。これで100%そうじゃないよ傾向なんだよ。 ただ40代以上の方がそういうのが苦手な人がざっくり言うとやっぱり多いんですね。うん、どっちかっていうと、周りに合わすとか自分を押し殺すとか、うん、そっちが得意な人が多いです。逆に言えば40代以上。で、今からの時代ってそれが合わないんですよね。そういう人よりも、自由にね、自分の心に素直に、 いい意味で自分勝手に自己中心的な人の方が活躍しやすい時代にも入ってるってもう知ってるじゃないですかこの場僕の番組見てるぐらいやからそれは知ってると思うんですけどだから別にだから40代以降だったら自己主張できないか今からの時代に活躍できないかって絶対そんなことないんで、うん、ただ切り替えにくいっていう方が多いというふうに察するんで。 徐々に切り替えていきましょうってことです。はい。何でもね、こう、リーディング結果も何でもそうなんですけどね、何か教えること。僕は人に教えるって仕事長かったんであれなんだけど、教えるときに、シンプルに端的に伝えないといけないから、これってこうだよねって言ったら、じゃあすぐに180度、その言葉を聞いたらすぐに180度変化できるんだって錯覚する人多いんですけど、そんなバカなことないよってことなんですよ。 だからこれも、ね、自己主張していったら人生よく変わるよよくなるよってアドバイスなんですけど例えばだからね今まで黒髪で生きてきたけどじゃあ思い切って金髪にしたかったから金髪にしましたっていうだけでそれすごく感じ方とかは変わるんですけどいきなり全てのことが180度好転するわけがないじゃないですか、うん、まずはそっから始まっていって徐々に徐々にね 5度変わって15度変わって12度変わって1度変わったの日もある徐々に徐々に変わって180度変わっていくっていうことが真実です法則ですこう現実ですだからいきなり変わらへん,んけどつきって言うんじゃなくてまずは小さな一歩から始めていって徐々に変わっていくんだなっていうのを知っててくださいはいだから何でもいいですよこの自己主張してねっていうことはね自分らしく生きてねっていうアドバイス来てるんで これがチャレンジにつながったり成功につながったり希望につながっていくんですよ。これがきっかけになるんで、これすごい大事ですよ。だから自分らしく働く、自分らしく時間を使う、自分らしくお金を使う、自分らしく髪型を変えてみる、髪色に変えてみる、美容にこだわってみる、服装を変えてみる、発言、言葉遣いを変えてみる、立ち居振る舞いを変えてみる、使う公共機関を変えるでもいいし、何でもいいんですよ。食べるものを変える。 今の自分にぴったりなものに質を上げていくというか、ね、自分にぴったりなもの,のものに変えていくというかそういうことをしていくとだん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 良い方向にむあの導かれていきますはい導かれる正確に言うと自分でそっちに行っちゃうんですようん勝手にそうそうそう,そう勝手に引っ張られるように行くんで か導かれると、こう自分で引っ張っていくの間ぐらいの状況起こるんで。うん。これがね、すごくいいんですよ。この自分らしく生きることによって。すごく変わるんで、短期間じゃないと思うんだけどね、変わるんで。ここを大事にしていただきたいですね。うん。この年齢やから、この性別やから、この服似合わないでしょ、これはダメなんでしょっていう。 すっごい間違った考えの方もいらっしゃるんで、いやいや、ファッション勉強、私ファッションまあ勉強してまだ3年ちょっとですけど、まあそれが間違いだってことはもうわかるんで、絶対着こなしの技術身につけたらそんなん一切関係ないからっていうのもはっきりわかってるんで、関係ないので、ね、何歳だからこの服着れないとか、これ系の服着れない、一切ないんで、そんなものは。うん あるとするならば着こなしの技術がまだ足りてないだけですよね。うん。絶対に関係ない。年重ねようが若かろうが、この服似合わんとかないから技を入れたら誰でもいけるからっていうのはね、はっきりしてるんで。だから、本当に自分に素直にね、自分自身の意見を自分に取り入れるってことをやってみてください。はい。そしたら、 喜び舞い上ががることが起こと起りそうです全て僕のリーディングというかもう別に全部がそうなんですけど僕以外でも行動なくして幸せ手に入らないですからね絶対にはい嫌でも何か嫌なことをせなあかん時期があったりとか一歩踏み出さなあかんかったりまあ努力っていう言葉を使うと誤解まねるかもしれへんけど努力をしないといけない場面も出てきますよね幸せえ手に入れたい幸せによってはねはいだからまずは 自分の意見を自分に取り入れるっていうね。当たり前のようで当たり前でない。できそうでできないようなことをしてみてください。はい。できますので。はい。はい。ちょっといろいろね、余談も挟んでしまいましたが、以上が2番の方へのメッセージでございました。ちょっとでも参考になったと方はグッドボタン、高評価ボタンを押してもらって、僕に個人鑑定してほしいな。 最新動画見逃したくない。お、こいつなんかちょっとおもろいから応援したのかっていう方は、ぜひぜひチャンネル登録で応援しちゃってください。皆さんに有益なね、実践的に使える具体的なアドバイスとかもね、盛り込んでるはずです。はい。普段毎日アップしているショート動画、文章でワンオラクル占いの鑑定を出してるやつももうこれでもか、これ以上深読みして書けるかっていうところまで書いてるんで、 それは毎日出すっていうね。変態なことやってるんで <laughs>。ぜひね、見てみてください。はい。では、次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見てねうくっぱいぴゅ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 水分補給よろしくねぴゅぴゅ水もまだね、倒れます、ほんま。たまにめまいするときあるんだよね、僕もね。しっかりこう、塩分、あの、塩分タブレットもよく食べるんで、あれと水ね、やっとから、ね、やばいです、ほんと。 ああ基本的に僕は低血圧みたいなんで、ごめんなさい、お前何知らんなってことは、ここ雑談のとこなんで、あの、適当に喋らせていただきますが、低血圧一回ね、健康診断でね、上が90代で、下が50代ぐらいやったかな。<laughs> の、むちゃくちゃ低い結果出たことがあって、昔ね、何年か前。 どんだけ俺血圧低いねんってなったんですけど、その何年かと普通に戻ったんですけど、びっくりしましたね、僕。そんな低いんや、と確かに昔からこう、特に夏の時期とかね、めまいして倒れたこともあるなぁ、思って。高校の時一回倒れましたからね、なんか、こんなんもあったなぁ、思って。なんか僕、血圧高いイメージじゃあ,あるんちゃいますなんか、血気盛んというか。 全然ちゃうすそれ。皆さんが僕に抱くイメージと僕の中身っていつも思うんですけど。うん。だいたい逆のことが多いんですけどね。まあ、そんなことはどうでもええわ、ということでね。はい、お待たせしました。3番を選ばれた方、キングオブエアーっていうこちらのカードですね。選ばれた方のリーディングを行っていきたいと思います。紫カードでアドバイス。右手のカードで喜び舞い上がること。左手のカードで現状を出していきます。全部聖地直しますよ。ほう、おう。 放棄、動くのカード出ました。大アルカナのね、法王というカード出ました。あなたが今ね、取り組んでること、営んでいる生活は間違ってないよって言われてますね。いやいや、全然満足度低いで、幸福感低いで、全然納得いってないでってことかもしれないけど、 それってね、道半ばなんですよ、うん。まだまだゴールに向かっていってるプロセスの段階なんで、それは納得いってなくて当たり前なんですよね。うん、ゴールにたどり着いて結果、良ければ全てよしなんで、そのゴールにたどり着くために険しいルートを通ることもあるし、しんどい時期もあるし、うまくいかへん時期もあると。 ただ進んでる道においては、ちゃんと幸せっていう大ゴールに向かってちゃんと進めてるから、今やってること変えるなって言われてます。もちろんブラック企業に行ってて精神病んでて死ぬほどしんどいって時は逃げてください。それ間違ってるんで、その部分においては間違った道行ってるんで、そういうことを言ってないです。多少のしんどいこととかで納得いかんことあっても、ぐらいやったら変えずに、 進んでいった方がいいです。変えるべきとこはやっぱりです言うても、さっき言った通り変えてくださいよ。命に関わるとか精神病むぐらいのことがあったら、それ我慢じゃなくて、自分いじめにつながってくるんで、自分いじめは絶対してはいけないです。自分をもっと寵愛してください。うん。よきよ,よきよきよきよよしよしってしてください。自分をもっと甘やかすってことを覚えた方がいいです。皆さん、本当に。なんか自分に厳しい人多いんで、なんか、ちょっと本当わけわからんなって僕思うんですけど、 できるだけ自分の欲望には素直になった方がいいですからね。それ犯罪犯したらダメですよ。そういうことじゃなくて。で、お金に借金まみれになっていってダメなんで、もちろん使える範囲の話で、時間とかね、使えるだけの範囲で欲望に忠実になることがめちゃめちゃ大事なんですよ。うん。はい、話戻しまして、だから今のあなたは間違った方向に進んでないから安心してねって言われてんのと、 今、あなたの中で、バージョンアップが行われてるんですね。バージョンアップってバグが修正されて、改善されて、以前よりも動作作動がアップするみたいなことですね。スマホにおいてね。ではそれがバージョンアップって今の生活に置き換えたら何、あなたに置き換えたら何かっていうと、いらない考え、いらない人間関係、いらない物質的なものをね、物事。うん、いらない時間の使い方とか、 今の自分にとって不必要な生活の中で不必要な物事が全部こう断捨離されていってる、うん、捨てていってる状態なんですよ。の方が3番選ばれてるって感じがします。だから、ね、入れ替わっていくんでこれから。うん、そこに新しいものが絶対に入ってくるんで。うん 急にだから物を捨てたくなって捨ててるわって方もいられるしなんかあの人とはもう会いたくないから連絡も取らんとこうって思うかもしれへんしそう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 違う角度で言うと急になんか昔の知り合いのことを思い出してなんか連絡取りたくなったなっていうことかもしれへんしね、うん、えういう断者と関係ないやんって言うかもしれないけどいやそれをねすることによって今の人間関係を見つめ直して断者に繋がったりとかっていうのがあるんですよ。 だからそういう現象起こったりするんですよね。そう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 。だから関係あるんでお伝えしておりますよ。だからそういうね、うん、これね、無意識に起こってくるんですよね、ほぼね。この断捨離って。うん、急にハッと思いつくんですよ、うん。そうそうそう。そういうことをされてるっていう方が多いっていうふうに思いました、3番の方ね。キング・オブ・エアーがようわからんだ。なんだよ、これ。 まあソードのキングという意味のね、同じ意味のカードなんですかすっげえ勝手にスマホ揺れるのなんなのこれだよ、これ。風なんかな。扇風機、下に当てとうけんのなんだ、これ。うん。霊現象かもしれませんけど、そんなこと言うなって話ですけどね。なんか何こんで言うてんのよ、ほんまに。はい。で、一切触れてないのにね、ごめんなさい、話戻しまして、キングオベアで、これ何やろな。あー、でもそういうことか。 なんかね今あなたって過去の経験が生きてきてる瞬間を感じるようなことないですかね、うん、まあ亀の甲より土地の甲なんて言いますけれどもやっぱりね実際に経験してきた人の知識知性ほど強いものはないなぁなんて思うんですよね。で読書家の方ってまあいろんなね すごい人たちの考え方を仕入れれるんですけど、言うてあれ二次情報じゃないですか。うん。一次情報ほどすごくはないので、だから一次情報である自分の経験でもって得た実学、知識、知性に本は勝てないですよね。どうあがいても。レベル次元が違うんで、だからね、この今まであなたがこう、 経験してきたことが知性がなんか生かされるようなことが今起こってるんちゃうから職場なのか実生活においてなのか何か相談されたり仕事を頼まれたりとかうんその時にあなたのこう経験値が生きてくるっていうことをまあだってにね年取ることは悪いことだけじゃないななんてことを実感されてる方が 結構いらっしゃるのかなぁと思うんですよね。で、それによって何かね、次につながるようなことがね、起こりそうなんですよね、今のあなたって。うん。例えば一切そんな気なかったけど、やたら私っていろんな人に人生相談持ちかけられんなぁと思ったら、それカウンセラーとしての才能がね、発揮されて、結局カウンセラーとしても今、 活躍しちゃってますなんていう人ザラにいると思うんですけどなんかそんな感じであの自分の経験が生きることによって活躍の場所が変わろうとしている方っていうのがこう3番を選ばれてる感じがするんでこれからなんかね活躍の場所が変わるような出来事がこ起ころうとしてる方がこう3番選ばれてるんちゃうかなー ってすごく思いいましたはい、実際に変わっていってる人もいると思うんですけど徐々にこれも徐々にですいきなり変わらないんでうん、なんかそんな感じかなと思いましたけどどうでしょうとりあえず喜び舞い上がることいきましょうかうわー来ました、えー、カード来ましたよ運命のは久々あんま出ないんでこれほんとリスニングタイムトゥーゴー タイムトゥーゴーとこのなんか運命の輪が、僕の中にはす、中ではすごくね、リンクしてるように見えたんですけど。運命の輪来ちゃいましたね。やっぱりね、あなたの活躍の場所が一気に変わっていって、好転していくようなことが起こりそうですね。うん、タイムトゥーゴー、これがね、 やっぱり時間制限っていうものはかかってる感じがするんで、リスニングでしょ。あのね、これからより喜び舞い上がることって、自分の本音本心に乗っ取った展開でもって、運命の展開を引き寄せるんです。多分この運命ってね、 あなたの、こう、役割まあ、ぽく言うと、使命ですね。うん、この世に生まれてきた使命みたいなものがあるとするならば、ない人もいるんですよ。別にそれって、うん。なんかみんなにあるって言った方が聞こえがいいから言う人もおると思うんですけど、本当に本質的なことを理解されてない方かもしれないけど、ない人もいるんですよね、別に。うん、あるからいいな、ないから悪いってことじゃないんで、動えないように。で 使命ってものが、なんかある感じがするんですよね。こう、産場の方って。これやるために生まれてきたんや、みたいな。その道に行きそうですね。これから。で、それがあなたにとって、今のあなたにとって、喜び舞い上がるぐらい嬉しいことなんですって。やりたかった仕事かもしれへんし、好きな仕事、得意、特技を生かせることかもしれへんし、すごく興味関心が深いことかもしれない。 これ多分仕事経営ですね。うん。仕事経営やともあなたの能力を生かすことなんで。で、それがタイムトゥーゴ号ーって言われてるんで、なんか躊躇しそうなんですよね。あなたその道。行くか行かへんかで。うん。変化が怖かったり、今の現状変えるんが嫌やったりとか、ほんまにそっちってうまくいくんかなって不安があったりとか。うん。 でも締め切りがあって、あの、その締め切りまでに答え出さないと、そのチャンスの扉閉まっちゃう系やと思うんですよね。<laughs> 何で例えたらええんやろ、これ。だから何やろうな。だからそういうことなんですけど、そんな、今ので例えなくても伝わったかなと思うんですけど。だから自分が、 したいことに関しての、まあ、オファーが入ったりする場合もあるやるし何かに合格するとか採用されるとかヘッドハンディングされるとかスカウトされるとかなんせねいろんな形でもって今言ったのはただの一例なんであんま気にしなくていいんですけどいろんな角度から展開の仕方から奇跡的な出来事でもってあなたはね自分のやりたい方向 だあなたがそのなぜそれをねやりたいかと思ったかっていうのもう仕組みがあってそうそうだからだからそのやりたいことに関するチャンスが来たりするんですよねうんこういうのがねこう個人観点やったらすぐ聞けるんですよねいや今なんかやってることありますかとかやりたいことありませんかとかね そ,うそ,うそう個人観点やったらそこがすごくあの狙い定めて言いやすいんですけれどもやっぱりリスニングあなたの本当の本音本心にそぐったことやってやっぱ伝えてきてるんで本当にそれをやりたいと思ってることとそれをやったらたくさんの人の役に立つたくさんの人に喜ばれるってことがやっぱりリンクしてるからそっちに行け行けって促されるんですよ絶対に。うん そこが、なんか相互作用みたいなのがないといかないんですよね。ただの自己欲求満たす自己満足だけやったら、そこまでの力発動しないんで、うん。例えば、きりなのは締め切りがあるって、なんか気になりますね。うん。いつでもいいっていうわけじゃないと、やっぱなんか物事のタイミングがあって、単純にその締め切りっていう意味以外で、 人との出会うと出会いとかね起こる出来事っていうものが多分用意されていてその締め切りを過ぎると全部が歯車狂ってきて成立しないからこの時期までに行けみたいな促しみたいなのが来るっていうのに思うんですよね単純に日付で締め切ってくるかもしれへんし何となくあなたの感覚の中で早くした方がいいなと思うかもしれへんと思うんですよね締め切り B がなかったとしてもうんだからねこのねなんか変化 の出来来事が来たりとか,なんか仕事を頼まれるとかなんかそういうことがあった時に自分の本心と照らし合わせてねあこれは本当前からやりたかったことやなすごく興味があんなやったことはないけれども興味があるなとかね、うん、自分の心がトライする方にこう動いたものオファーを受けるような形があると思うんですけど その時にに動くべきだすすぐにってて言われてますなぜすぐに動けって言われてるんですよね。うん。あの、なんでもそうなんですけど、来た時がベストタイミング、パーフェクトタイミングで来るんで、なんでもできことってね。いちいち寝かせて考えてっていうとうまくいかないんですよ、うん。だってパーフェクトなタイミングで来てるから、ずらすとね、全部が狂ってくるんで、先ほど伝えたように。なんか、ただの1個の歯車でしかないんですよね、チャンスとかね。 起こる出来事って、それをやることによって全部の歯車が関わってきて一つの奇跡につながっていくんでで、あなただけで起こらないしね絶対人が関わったりとかこう見えない力みたいなのも働いたりするんでだからねこの複雑にできてるんですよねこの全体の世界全体の構造こういう起きることって。だからあなたがその,その場でね、 一人の人間っていう姉妹狭い視野で考えてやるやらへんとかメリットデメリットなんか考えても絶対にわからないんで池上明さんほど知識あってもわからないんで絶対にだからもうそれ信じてね取り組んでいけば簡単に幸せ手に入るんですよだから こね、運命の輪が出てるなんて珍しいことなんで何かあなたのこの行動を促すような出来事って必ず起こるんでそこをかける自分の本心っていうものを方程式入れて出た答えをもうやるしかないんですそこで当てはまったらやるしかないんで、うん、何かこうオファーされたりとか あなたの行動を促すような出来事が起こったら即座に行動に移してください。もういちいち考えない、考えなくていいん、ね、で。うん。そしたら、喜び舞い上がることにつながっていく。多分あなた活躍していきますね、かなりね。こう、ムーブメントはやっぱり気になってたんで、最初の現状で。うん。で、あなたの経験値を生かすようなことが起こってる。うん。だから、なんか仕事系で活躍することやと思いますけどね、さんまの方。うん。 すごく飛躍しそう。うん。で、それがまたあなたがやりたかったことっていうのに関してるんで、すごく喜べそうですよ。うん。アドバイスいきましょう。同じことの後繰り返しになるんで。やっぱこういう時ドーター出るようなドーターです。はい。このカードもしょっちゅう出るな、最近。 リスニングとほぼ一緒って思ってください。本当に本心、本音。子供が、子供って本当。自分の本音本心に従って自己中心的にね、やること決めるじゃないですか。遊びたい遊ぼう家を遊ぼうか遊んでたら5分もせんうちに。やっぱ他の子の遊びが気になった。あそこで遊んでること遊びたくなったからもういいわ。ありがとう。って言って。何の悪気もなくね、いちいち誘ってきといて、じゃあやるかって遊んでんのに、 やっぱり絵は来たって言って他行くじゃないですか。でも全然悪くないし悪気もないんですよね。でも大人ってそこに嘘を入れたりとか、体裁気にしたりとかして、我慢したりするじゃないですか。まあ、社会性ってそこが大事なんですけど、だから全部においてね、我慢してはいけないことは通用しないと思うんですがあなたの人生において、とりあえずこの同た自分の子供みたいに、自分が子供みたいにね、 本音本心に従って自己中心的に行動していく決断していくってことがあなたの運命を動かしていく大きなきっかけになるよって言われてるんで自分の人生においては、うん、このパートとかね、まあ、社員なのかバイトなのか他のどういう働き方してるか知らないけどそういうねこうライスワーク系のね生活費稼ぐために頑張ってる仕事においていちいちそんなことせんでもいいと思うんですけど何でも本音本心に言ったらねぶつかったりすると思うんですけどそうじゃなくて まあライフワーク的なことやったりね自分の生活で何て言うんだろうな楽しむとことかそういったことに関しては一切ね妥協せずに自分中心にね自分の意見を全部ふんだんに取り入れて自分の本音でね選択決断行動していってねって言われてますねうんそうそう答えはうん あなたの人生の答えはあなたの本心、子供心っていうホルダーに入ってるメッセージに隠されてるよって言われてるんで、うん、嫌なものは嫌。好きなものは好き。そこに深い理由いらないです。子供に聞いたって出ないでしょ。なんで嫌なのこれ嫌や,やから。なんで好きなんこれ好きやからって多分言うんですよ。子供ってね。一緒です。そんな深く考えなくていいです。直感的に好きや。やりたい。 やったらいいし、嫌なんか嫌や,やりたくない。興味ない。やらなくていいです。はい。それでいいです。深く,深く考察いらないです。そんなこと。うん。って言われてます。カードから。僕の意見じゃないです。ただのカードからの意見です。はい。すると、うまくいく運命の輪が回り出す。はい。チャンスが舞い込んでくる。はい。あなたが活躍するような、もう手はず、手続きが勝手に進んでいくって感じです。 さあいろいろ伝えましたがちょっと長くね同じようなことを深めながら言った気がしますがいかがだったでしょうか3番の方へのメッセージ以上ですがちょっとでも参考になったよって方はね高評価ボタンを押していただいて「僕に個人鑑定してほしいな」とか「最新動画見逃したくないなを」をこいつなんかちょっとなんか参考になることを言いよるなっていう方はね是非チャンネル登録して見てやってください応援してやってください 本当にね、実践できることやったりとか、具体的なことをね、現実にのっとったね、そういうリアルなことをできるだけ言うように心,心がけておるんで、参考になるんじゃないかなと、自負しながらやっておりますのでね、ぜひ楽しんでみてください。まあ、リクエストもね、募集してますよ。もっとでも占い占いしたようなね、内容がいいよーっていう方いらっしゃるかもしれないんで、ついつい僕こういうね、 シンプルリアルリーディングになっちゃうんで、うん。たまにはね、本当、今日はゴッツ占い占いするでってやつもね、やろうかなってやっぱりずっと思ってるんで、うん。ちょっとそんなのも考えてますのでね。ま、いろいろ、このチャンネルはね、変化変容しながらやっていきますので、楽しめるんじゃないでしょうか。ぜひ応援してやってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見てね 服あげるよ、服あげたよ、また見てねバイバイ、チュッチュ、バイチュチュバイチュチュふふ